日本アニメ原作映画、神童、キム・ジウン監督が SF アニメーションの実写映画を誕生させるまで写真イコールユニオン投資パートナーズ、ワーナーブラザーズコリア。キム・ジウン監督の新作、神童人 ROH が SF アニメーションの巨匠、星井守監督の原作をどのように新しく描き出すのか、関心が一層高まっている。神童人 ROH 以下、神童は、韓国と北朝鮮が統一準備をする混沌期に、絶対権力機関間の対決の中で、狼と呼ばれる人間兵器、神童の活躍を書いた作品だ。特殊機構大隊を演出した押井守監督原作の1999年版アニメーション、神童は全世界のマニア層を形成して、SF アニメーションの伝統として残っている。反則王、グッドバッドウィアードのファンであることを明らかにしてきた、押井守監督の指示と無限の信頼の中で、キム・ジウン監督と出会い、ついに映画化されることになった。いつも新しいジャンルとスタイル、個性あふれるキャラクターと面白さで観客の心を捉えたキム・ジウン監督。あ、神童は触れることはできない奥深い世界観と独歩的なムードを持っているアニメーションだった。私を揺さぶる決定的な場面があり、それが旋律を与えた、として、神童を実写化することになったきっかけを伝えた。第二次大戦敗戦後の暗黒な仮想の過去を扱って、奥深い主題を表表した原作アニメーションと違い、映画は、2029年韓国と北朝鮮が統一準備の5年計画を宣言した後、混沌に陥る朝鮮半島を背景にしている。キム・ジウン監督自らも、無謀そのものであった。その無謀さが新しい挑戦に心が惹かれたエネルギーで、神童の映画化という長い道のりを導いた、と明らかにするほど、簡単なものではなかった。アニメーションと違い、特技隊員のパワードスーツ、地下水路などすべてのものが実際の世界に構築されなければならない実写映画。目視録的 SF であった原作の奇妙な雰囲気を維持したまま、キム・ジウン監督特有のスタイル、演出力でレクリエーションされた。SF ジャンルの魅力だけでなく、権力機関間の息が詰まる対決の中で繰り広げられるパワードスーツ、カーチェイス、銃器、体を張ったアクションまで披露する予定だ。人物間のお互い騙し騙される裏切りと暗闘など、ノワールジャンルのムードとスパ。映画の面白さまで、多彩なジャンルが複合する魅力をそのままさらけ出す。カンドンウォン、ハンヒヨジュ、チョンウソン、ヒムムヨル、ハンイェリ、シン。EE のミンホなど素晴らしい演技派俳優が出演する、神童は25日に韓国で公開される。